あ、おい、なんだ、あ、生きてた。なに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 、また裏世界でも見たのか。空から召喚された。どっか、おっと、待って待って、車両なんか来てる。あっぶね、ウルブズじゃねえじゃんお前これ。問答無用で入っていくもん、センティネル仲いいのか。そんな関係だったっけか。そういえばさ、あなたはなんかこの金網をなんか開けれるアイテムを持ってるみたいなことを言ってなかったっけ、うん、あるよ、でもこの金網こっちの方じゃないとダメだ、ね、この辺できるよ。待てよ、ここかな、うん、右を開けるのはちょっと怖い、兵士が2人。はい、おお。特殊部隊臭い。いや、それで怖い。いや、それちゃんと人が入れるように、あ、そう入ってるの。そう、この金網切ったらネットになっちゃうから。なるほどね。あ、待て、あいつ倒していいんじゃねえ、右のやつ。待たれ。ああ。あれ、何するの、座った、なんだサクサク、ぬっぬっ、いや、マントバングってる。はい、一緒に来い。あれ、倒したんじゃなくて、多分ここならバレないと思う。はは、ちょっとここの上に登って様子を、そこの建物に入れればいいんだな。そう、一人っていうか、一人だけいるん。あ、ドローン攻撃、あ、でもこいつしかいないから余裕で。そうだね、レイシーって人には銃声聞かれても大丈夫だね。うん、はい、ちょっと死体を横にずらしておこうか、念のために。え、そのこの光が邪魔オブ邪魔。ああ、よし。あ、で奥のスナイパーやっとくか。俺の方が今早かったな。バレんのもお前が早いけどな。ああ、もういいや、これ死体と一緒に入っちゃう、これ中。おっす、ほらノマド英語じゃん。こんにちは、レイシー・ペナ。え、そうだけど、ジーサスの友人だ、曲の共作者なんだろ。共作者、共犯者じゃなくて、彼は無事？無事だ。あんたが作りかけの曲を持っていると言っていたが。私はただのメッセンジャー。アーティストは彼。これはサヴェッジ隊長が指揮する作戦に関するメモよ。待って、敵一人こっち来てね。ジーサスがこれを曲にできれば、アウトキャストが解読して守りを固める時間を持てるわ。あ、なんか本当に曲にできるのか。ジーサスならね。けれど十分に気をつけてほしいの。このことが連中に漏れたら彼は殺される。命に代えても情報と彼を守って。わかった。あ、今行ける？暗いわ。うるさいうるさい。オッケーオッケー。おお、こいつも持ってく。やっこらしょっと。はい、君もこの中に入ろうか。したよ、気分。で、武器のクレートがあるからあれは欲しいな。あ、なんかあるね、確かに。大した敵いないし、あれぐらいならいけると思う。これさ、中から外すんごい暗いんだよね。まあ、その辺はね、その辺はリアルなプレイスタイルに基づいてるんだ。現実世界だって
明るい、まあそうだけど、ね、部屋から、まあ、お家から出たら急に外出たら眩しかったり、まあ、蔵とかだったりするように、誰もいないじゃん。バカ、誰もいるよ、誰もいるよ。あれね。あ、まだ完全にバレちゃいないのか。真っ赤になってね。バカーン。強くてじゃなくて対策されてんじゃんこれ。じゃあもうそこ開けちまえ、早く情報だけ聞いて出るぞ。俺はもうあなたがいつバレるかヒヤヒヤしながらバレずに進むのはもう嫌だ。命に代えても情報と彼を守って。分かった。はい、出よう。はい、気が気じゃないからね。気が気じゃない。範囲外に出ればとりあえず OK と、うん、でモリソンと話す前に、これもバレても大丈夫なのかな。いいんでね、スキルポイントは回収したいな。まあバレないように、俺はバレないけど。はあ、バレたらバカにするからな。あ？バレ上手の称号は永遠にあなたのものだ。あ、あれ無人機か。スナイパー？あ、ここから向こう側に行けないのか。え？あいつやばくね？いやだっ、当たんない。あいつ弾すり抜、絶対すり抜けてるからな、お前。さようなら。あいつ意地でも倒してる。よしよし。やっぱバレ上手なんだよな、動画が相手も。俺もう逃げてるよ。増援呼ばれた敵の中でね、スキルポイント探すとかね、うん、もうね、めんどくさくてしょうがないわ。あ、で、これは結局なんだ、あの、曲のそのなんだ、歌詞みたいなのが、なんかプロパガンダみたいになってて、それを元にモリソンが曲を作って、なんかそのアウトキャスト向けの暗号というかメッセージになってると、いう巧みな情報交換をしようとしてるんじゃないの？なんか俺の曲は名曲だとか言ってたけど。ただメッセージ送ってただけやんけ。そういうこともできるっていう人なんですね。おっす。はい、これが情報か。ああ、これは面白いことになりそうだ。それを使って曲でも作るのか。もちろんだ。どんなものでも音にできる。だがこれは少し厄介だな。このサベッジ隊長、問題になりそうだ。どう問題なんだ。奴の計画は綿密なようだ。この情報の伝達に関わったのが誰か分かれば。レイシーはあんたが危険になると言っていた。アウトキャストに協力するんだ。危険はいつでも承知さ。奴の計画は多くの犠牲を生み出す。今回は個人的にも見過ごすことはできない。さて、少し時間がかかりそうだ。何か考えておくから、しばらくしたらまた来てくれ。分かった。へえ、アウトキャストに協力しろって。へえ。散々協力してきたけど、これまで。なんだっけ、ハルヒーと大五郎。いや、てかあの二人に関してはジェイスの本社爆破してるし。人がいねえと思ってたんだみたいなこと言って。
て、うん、ちょっとエッグ島行ってみたい。お願い、近づかないで。エッグ島、エッグ島、ヘリがどっかで必要になるな。こんな一般人がさ、たまにウキッとか言ってなんか必要。あ、ヘリあった。あ、ど真ん前に、ど正面にヘリある。ささっと、そこだ、ささっといただいちゃう。はい、パンチン、いただき、収集アイテム。ん、目の前にある。あ、これ入った瞬間敵とこんにちはするやつじゃないな。持ってこい。これ収集アイテム、これ個人で取らさるから。え、嘘。あ、本当だ。お、待て待て待て。ふっ。腹パンだよ。インフォメーションもある。インフォメーションある。マジか。映ってなかったね。これは。PKS スコープ。はい、行きましょう。はい、まあ別にそんなめぼしいものがあるわけでもないんだけど、エッグ島行くだけ行ってみる。エッグ島、あ、この下のとこで行ってね、サム満載とかだったりしてね、ああいう島に帰って。あ、違和感あるじゃん。あ、本当だ。収集アイテムがどこにあるのかわかんないんだよな、この島に入ったところで。収集アイテム？そのなんだ、なんだっけ、ウォーカーの手紙だとか、その辺のアイテム。いや待て、なんか今すごいスピードでいろんなアイテムが手に入り始めてんだけど、なにこれ。え、なに、なんだなんだなんだ。ザクロ、ワイルドトマト、スケルクレジット、ウィンターステラ、スケルクレジット、え、なに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 。あ、え、なに、めっちゃアイテム手に入る。めちゃくちゃアイテムが手に入ってんだけど今。どういうこと、なにこれ。あれ、マップ更新ばっかりだわ。え、バグかな。あ、終わった、止まった。ビバーク号。ビバーク号。そのまま。あ、やべ。ビバークどこだ、これ。ビバークここだ。いや、ビバークはここだ。それで、かけた、それは。降りた瞬間、ビバークと逆手にカメラ向いてたもん。ここをキャンプ地とする。来てみたけど別に何も発生、何か発生するわけでもなかったわ。俺ドローンでハテナマークだけ全部解析する。はーん、じゃあその間にどのミッションをやろうかな。まあ、スケルとお話ししちゃえばメインミッションがどんどん進んでいくことに間違いはないんだけど。それでいいんでね。これすごい気になるよな。この戦友の仇を撃つ。戦友同士の戦い。このウォーカーを捜索するってやつ。でもまあここ前行ったハワード飛行場だしね。また同じとこ行ってウォーカーを探索するってのもな。ゲーム終わっちゃいそうだし。なんでトラッキングしたんだ。メインやろっか。じゃあ、エレホンに戻ろう。誰にしようかな。なんだその動きは。来る。AI についてお話ししようか。はい。AI についてだが。ドローンを奪うには、 AI
AI にドローン制御プログラムを乗っ取ってもらう必要がある。 AI は複合施設の一大プロジェクトだ。その施設はダークウッド島にある。その島にいるセンティネルの規模はわかるか？ああ、兵士も監視もかなりいる。なるほど。それでどうやったらその AI が手に入る？クリスティーナ・クロムエルを探してくれ。以前主任コンピューター科学者のグレイス・マドックスが問題を起こした時、 AI 部門のトップを引き継いだのが彼女だった。マドックスも優秀だが、彼女はあの AI を知り尽くしている。ほうほうほう、ブレイクの起きて、これか、クロムウェル、クリスティアーノ、クリスティーナ・クロムウェル。シリコンバレーが技術革新と人類の発展に与える影響を見て育ったエリートマン。ほう、うん、そんなところか。で、ケープノースってところなんだけど、以前にこの飛行場の方までシンキングカントリーの北ギリギリまで行ってるんだけど、あ、ビバークがある。ここで呼ぶ、コールするわ。はい。あ？おい。なんだ？あー、生きてた。なに、また裏世界でも見たのか。空から召喚された転生人かな。また死ぬのかな。もう、あ、そろそろ上陸するっつこ。あ、もうパックつけさせて。ダメです。なんだあれ。何これ。よいしょっと。ガラクタ。ガラクタ。あ、スイカ落ちてた。なんだこれ。何これ。おっと。ヘリだ、落とせ。さよなら。そう、倒したんだけど。それはやる。で、スケル財団複合施設ってのがこの島にあるらしい、うん、これを越えた先だね。へえー、豪華じゃん。またスケルの保有する財団とか本社とか大体豪華じゃんね。いや、もうさ、坂マジでこれでコロコロコロ転がるの本当にいらないの。スタミナ失ったらもうコロコロ行く人になっちゃうから、ね、うん、泳ぐしかないな。ちょっと偵察してみよう。あれ、あれ、ドローンが出てこない。え、これドローン出せない地域。いや、そんなことない。あ、ちょっと、バグだね。出てこない。バグか。あれ、広くてめんどくさそうだな。あ、スキルコミットのクレートあるわ。ちょ、めんどいからセンサーのやつ打っちゃうかな。うん、それがいい。だってここ、ね、兵士がたくさんいるってスケルが言ってたから。ね。だ、ちょっと撃つ場所考えないともったいないかも。4発あるから。あ、武装ヘリもある。お、確かに適当に撃つのは何かな。それってさ、あの、上下は考慮されてんの？撃った地点のその偵察範囲って。下は分かんないけど、上は大丈夫で。へえ。あ、DM あるじゃん。俺のドローン出てこないんだけど、なんで。
壊れた。今泳いでたから故障したんじゃない。なるほどね。なんで なんで機械だからドローンが出てこないああ敵いる。早いところ偵察をぶん投げてくれ。ちょっと待って、今新しい武器出てきたの。偵察これで、はい。もうこれ出してる間歩きしかできないのか。キュン。はい、もう一人いるな。こっちは、あ、これ下も大丈夫な、上下いけるな。待って、こっち敵が多いよ。後ろ行こうか。後ろちょっと敵が迫ってる。そこ後ろ下がって来てるわ。ここ収集アイテムめちゃくちゃあるやん。この建物に入ればとりあえずは。どっか入り口ないかな。クレートがある。収集アイテムがある。待って、声近い。なっかやん。あれ収集アイテム下かよ。あ、上か上だわ。あ、入れるな、これ。いや、収集アイテムは後で見よう。うん、この敵は、あ、1階にいるのか。倒しておきたいけどな。見下ろして倒したいな。あ、上から撃てるね。あ、いる、撃てるわ。うん、俺はこっちをやる。はい、いいよ。あっ、もう一人いた。そこも知ってんのかと思ったちょうど見えなかったよ。あ、目標はすぐそこだわ。うん、いた。あなたがクロムウェル。あれ、こんな人だったっけ。違うな、こんな人だったっけ。またなのか。何が起きてるんだ。すまない、ほんとすまない。ああ、私は研究者で実験結果をずっと分析してるんだが、原因がさっぱりなんだ。何を作ろうとしてる、抽象画か。いや、だがスケールセキュリティ研究開発センターから届いた塗料のせいかもしれないな。ドローンの動きがおかしくなるんだ。ルートを見失ったり壁に突っ込んだり、この1時間で10台は失ってる。それは大変だな。塗料の本来の目的は何だ。それは、そうだな、少なくともこれじゃない。塗料だからな、デザインを良くするためのものだ。だがドローンが反応するマーカーにもなるはずだった。とにかく向こうの連中が間違えたんだ。この状況を作り出せるなら俺の役には立ちそうだ。塗料はスケールセキュリティ研究開発センターから届いたと言ったな。ああ、このドローンがまだ試作品だったのかどうか。誰だこの人。さあ、話全然通じてなくね。いや、塗料のお話をね、熱心無理やり自分の話に持っていくよこの人俺の話聞いてくれてないんだ質問したら全然違うこと返ってきた